2017年12月24日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第2523話、遠行ダメ。もう10年くらい前の話なんですけど、私は、当時高校生でした。もともと父が病気で寝たきりで、入退院繰り返してました。タイミング悪く、母も同時期に入院で、家に残されたのは私と兄の二人とも高校生でした。兄は結構何も考えずに生きているタイプで、家には食べ物も貯金もない状態。でも、もともと非武状態の我が家で、入院費も、私たちの生活費もなく、私は、まあ、売春してたんですよね。もう、無我夢中でした。生きてくためにね。で、罪悪感も何もないままそういう生活を送っていました。今考えたらもっと、と、別の方法があったのではと思いますが、とにかく必死でした。もともと学校終わってからバイトもしていたのですが、それではとても追いつきません。ある日、いつものように、学校終わってから2ショットで客探して、話しつけて待ち合わせました。男の車に乗り、ホテルに向かうものだと思っていたら明らかに違う方向。男の顔なんてもういちいち構っていられないので、その時はその男の怪しさに気づきませんでした。着いた先は、ちっちゃいアパートの一室。ここは?と尋ねると、男は、とりあえず、ここで、と言いました。当時はかかったのもあり、疑うこともなく部屋に入りました。待っていたのは、数人の若いチンピラ風の男たち。ここで初めて焦って、客の男に、これは何?聞くと、遠行なんかしよるガキが自業自得やろ。今から、ビデオ撮るんじゃ。と、一瞬で頭が真っ白になりました。自分のしてきたことの、善若さと愚かさを自覚すると同時に、ものすごい恐怖が襲ってきました。私は、必死に、やめて、それだけは、と言いました。相手は893だったのです。今軽い気持ちで陰行とかしてる子たちに、マジで何があるかわからないから、やめた方がいいよ、と言いたいです。ネットで見つけた怖い話。第2524話、モサ。とんこつ。俺の友人にモサっていうゲーマーがいる。高校時代からの付き合いだから、もう5年近くなるかな。まずは先になんでそいつに、モサ、って呼び名がついたのかってところから話していきたいと思う。高校3年のちょうど今頃、俺たちはあるオンラインのゲームにハマってたんだ。夜な夜な2人でゲームとスカイプを同時に起動させて、お互いに話しながら夜から明け方にかけてを一緒に過ごしてた。その日もいつも通り深夜0時くらいから始めて、2時を回った頃、いつもだったら一番モサのテンションが上がってる時間なんだけど、その日だけ違った。やべえ。なした?眠い。マジで?早くね?ほんとだよ。俺昨日起きたの夕方なのに、いきなりモサが睡魔に襲われたらしくて、口数が格段に減ったんだ。俺が話しかけても、ああ、とか、ん?とかしか言わなくて、すぐにそれすら反応しなくなった。おい、寝落ちかよ。スカイプ画面のビデオ映像に目をやると、やっぱりモサは頬杖をついたまんま寝てたんだ。目とか口とか半開きなモサの寝顔がおかしくって、俺は、笑いを答えながらそのまま寝顔を眺めてたんだ。たまにいびきまで聞こえてきて一瞬噴出しそうになった俺は、急いで自分のマイクをミュートにした。俺の笑い声で目を覚まさないように、豚骨、って、しばらく見てたんだけどさすがに男の寝顔眺めんのにも飽きたから、俺は、一人で寝とげ再開した。モサが寝てから1時間近く経ってたはずだから、多分3時過ぎくらいまで一人で寝とげしてたんだけど、
いきなり猛者がなんか言ったんだ。言ったというよりも、叫ぶような、奇声に近い声だった。おい。しい。なに？うわ。なんだよ、寝ぼけてんのか？声小さすぎて聞こえねえって。俺が問いかけるが、喉がかすれた感じの音しか聞こえなくて。どうにも様子がおかしい。俺は、またスカイプのビデオ映像に切り替えると、そこにはさっきと全く様子が変わらない猛者の寝顔が映し出されていた。豚骨。なんだよ、寝言かよ。俺は、そこでまた自分のマイクをミュートに戻して、ネトゲに戻ろうとしたんだが、そこで運悪く俺のパソコンがフリーズしたんだ。猛者の寝顔がデカデカと映し出されてる画面のまま、カーソルすら動かなくなって再起動すらできなかった。マジかよ。ただなぜか、不思議なことにスカイプの動画だけは起動しているみたいで、猛者の体が呼吸に合わせて肩が小さく動くのが見えた。ちぃ？おかしなフリーズしたパソコンを前に途方に暮れていると、またさっきのやくれた声みたいなのが聞こえてきたんだ。猛者ののぶとい声とはまた違ってて、というかむしろあいつ寝てるはずだ。ふとビデオ映像に目をやって、今度は俺までフリーズした。笑いことじゃなく、本当の意味で、頭のてんっぺんからつま先まで凍りついた。頬杖をつく猛者のすぐ横に生首が宙に浮いてて、猛者の耳元で何か必死に語りかけてるんだ。痩せた、女の顔だった。わ？俺は、最初何がなんだかわからなくて、猛者のいたずらなんじゃないかと思った。だけどその生首の女の様相がだんだんと鬼のように変化していったとき、俺は、やっと、これはやばい。ってことに気づいたんだ。そもそも猛者は怖がりだし、こんな手の込んだいたずらをするようなやつじゃない。だとしたら、豚骨。うい、シャエン、シェ、シェ、シェ。シェ、シェ、シェ、シェ。聞き取れなかった声もだんだんとはっきりしたものになっていって、それが日本のものじゃないこともわかった。確実には思い出せないけれど、確か、シェ、とか言ってた。ドキュンの俺は、それが何語だかすら理解できなかったけど。おい、起きろ。とにかく、猛者が危ない。そう思ったんだけどマイクはオフにしてしまってるし、パソコンはフリーズしたままだし、知らせる手立てがない。今冷静になって考えれば、携帯で電話すればよかった話なんだけど。シェ、シェ、シェ、シェ。こんなこと言うと白状と言われるかもしれないけど、その鬼みたいな顔した女の怒りの矛先が、俺に向いてしまうことがどうしても恐ろしくなった。俺がうろたえてる間も女はますますひどい怒りを露にしていて、スピーカーが割れるほどの奇声を上げ出していたからだ。シェ、シェ、シェ。ジェ。どうしてもその恐怖に耐えきれなくなった俺は、猛者を見捨てて、パソコンをそのままに部屋を飛び出した。とにかく怖くて眠るどころじゃなかったから、今でテレビと電気を眩しいくらいにつけて、朝家族が起きるまでの時間を怯えながら過ごした。昼になって恐る恐る部屋に戻ると、なぜかパソコンは普通に動いて、スカイプは通話終了の画面になってた。豚骨。その日はさすがに罰が悪くてモサには連絡しなかったが、次の日普通に投稿してきたとき、モサにそのことを話しすると、なぜか、マジか。なんなんだろうな。くらい普通の反応だった。結局あの女の首が何だったのかも、わからずじまいだった。俺は、今までそんな体験一度もなかったし、その後他の奴らも猛者といる時になんか見たって言うから、原因は猛者にあると思う。ただ本人が全くと言っていいほど何も感じないから、俺らとしても手の施しようがないっていうか。後々聞いた話によると、猛者は小さい頃から周囲に同じようなことを言われていたんだとか。しかし彼曰く、一年に一回、あるかないかってくらい。まあ俺には見えない識外はゼロだからほっといてるけど、わら、らしい。周りにいる俺らは、どうしてお前はこんなにも鈍感なんだ。って言いたくなるくらい、
はっきり見える時がある。どんなに霊感のないやつでも、もさみつく？霊は身の毛がよだつくらい鮮明に見えるんだ。特にもさと一度だけ心霊スポットに行った時はひどくて、それ以来あいつには、もさ、という呼び名がついた。豚骨、一応、以上で終わります。くだらん上に対して怖くない長文に付き合わせてしまって、すみませんでした。初の書き込みだったのでいまいち文字数とかわからなくて、見にくくなってしまって申し訳ありません。ORZ ここまで目を通してくださってありがとうございました。ネットで見つけた怖い話。第2525話、引率者。自分の体験談なんだけど、俺が幼稚園年長の時かな、5歳か6歳だった。ある日、母さんと二人で北海道の某湖に出かけることになったんだ。テレビの特集で、その湖が紹介されていてどうしても行きたくなったんだ。それで、お母さんに行きたいってお願いした。最初はお母さんすごく面倒くさそうな、嫌な顔してた。だってあんな綺麗なんだよ。綺麗だけど、あんたは覚えてないかもしれないけど、あん時大変だったんだから。一人で勝手にどっか行っちゃって迷子になったのよ。湖に落ちたらどうしようって心配で心配で。ブツブツブツ。母。でも、お母さんと一つお約束できるんなら連れて行ってあげようかな。俺。なーに？母。一人でどっか行っちゃダメよ。お母さんの手を離しちゃダメよ。俺。わかった。一回行ったことあるんだ。覚えてないな。そんなこんなで連れて行ってもらえることになった。俺は、子供だったし、はしゃぎ回って、母さんの準備が終わるのを待ちわびていた。準備が終わって出発。母さんが車を運転している間、僕は、寝ていたから湖到着までの間の記憶はない。で、目が覚めたら湖の駐車場に着いたんだ。そこから湖は見えないんだけど、少し歩くと大きな湖が目の前に広がった。俺、こんな大きい湖初めて見たから感動して車の時以上にはしゃぎ回った。湖を近くで見れると思ってすごくワクワクした。お母さん湖綺麗だね。もっと近くで見たくて、お母さんの手を引っ張って湖の方向に走った。無我夢中で、子供だったから周りなんて見えない。そんで、もう湖が目の前ってところまで来た。うわぁすごい綺麗だなぁ。するとお母さんが、無言で歩き出した。俺の手を引っ張りながら、お母さんの歩いている方向に、湖に向かって20メートルくらい突き出している桟橋というか、ボート乗り場の跡地？みたいなのが見えたから、あそこに連れっててくれるんだ。もっと近くで見れる。嬉しいって思ってた。その間も僕は、もう湖に釘付け、歩きながらずっと湖を見ていた。そんで、ボート乗り場跡地の先っちょに着いた。すごい綺麗。僕の後ろ以外は全部水面だ。見てお母さんすごく綺麗だね。そう言って俺は、振り向いた。緑色の女の人が目をかっ広げて俺を向いて笑っていた。そこから記憶がないんだけど、後から聞いた話によると、湖に落ちそうになったところを、巡回していた警備員に助けられたらしい。お母さんと手をつないでなさいって言ったでしょ。また、一人でどこか行って。俺は、その後散々怒られた。ネットで見つけた怖い話。第2526話、パンク。携帯からで申し訳ないんだけど、紛れもない実は。昔、当時の彼女と、同棲してた時の話。同棲に至った成り行きは、彼女が、父親と大喧嘩して家で、彼女の父親は大工の親方してる昔気質。あまり面識はなかったが俺も内心ビビりまくりの存在だった。仕方ないから彼女と俺のありかねかき集めて、風呂なしボロアパートで同棲。しかし最悪のアパートで、ゴキブリは出るし、
畳は湿気ですぐ腐るし、上の階に住むバンドマン風の若者は、毎晩、大声で歌の練習するし、隣に住む老人は薄気味悪いし、まあそんな最悪な環境にも、だんだん適応しながら同棲生活を送り、俺は、建築現場でバイト、彼女はカラオケボックスの夜勤で生計を立てていた。住み始めて半年くらいして、変なことが起こり始めた。ある朝、バイトに行くために、自転車に凝ったんだが、違和感を覚えて、タイヤを確認すると、パンクしていた。その日は歩いて仕事に行き、休日に、自転車屋に行って、修理してもらった。その店でのパンクの修理はタイヤに穴が多いほど、金額が上乗せされるんだが、確か、5から6箇所は穴が開いてたと思う。自転車屋に、誰かのいたずらだろうね、って言われた。釘か何かで刺したらしい。それから、風呂なしアパートなんで、毎晩、彼女と近くの銭湯に通っていたんだが、自転車の二人乗りで銭湯まで行って、風呂入って、また二人乗りで帰ってくる。ある日の銭湯からの帰り、二人で銭湯の前に止めてある自転車まで来て、サドルに座ると、また違和感が、案の定、パンクしてた。後日、自転車屋さんに修理してもらうと、またすごい数の穴が開いていた。また別の日、彼女が自転車に乗って一人で夕飯の買い物に行った時も買い物中にパンク、重い自転車を押して帰宅。他にも、二ケツで駅まで行って、自転車を駐輪場に止め、電車で遊びに行った時も、遊び終えて、駐輪場に戻るとパンク。いずれも、多数の穴。そんなことが定期的に続き、パンク修理のしすぎで、タイヤがボコボコになってしまい、買い替え、最後の片刃もう3台目くらいの自転車になってたかな。自転車屋曰く曰く、タイヤごと外して新品のタイヤに変える作業に費用払うのと、安い自転車買うのとでは、金額的にあまり変わらないってことだったんで、タイヤがボコボコになって乗れなくなったら買い替えていた。それにしても無差別のいたずらにしては被害に遭う回数が多すぎるし、ストーキングでもしない限り、こんなに何度も何度も俺たちの自転車を狙えない。俺も彼女もイラつきのピークだった。2階のバンドマン、隣の部屋の薄気味悪い老人、誰も彼も疑って疑心暗鬼。極めつけが、レンタカー借りて、二人で遠くまで旅行に行った帰り道でのこと、高速道路のサービスエリアにあったレストランで夕食を食べた。食べ終えて、車に乗り込み、と、また違和感を覚えた。何かこの車、傾いてない？車から降りて、恐る恐るタイヤを確認すると、右前を、二つのタイヤがパンク。この時ばかりは、彼女も俺も、怒りよりも恐怖を覚えた。犯人は、俺たちの旅行の予定まで知っていて、タイヤをパンクさせるために高速にまで乗る。一体、どんだけ恨まれてるんだよ俺たち、と。盗聴器を疑い、部屋中のコンセントを分解したこともあったが、それらしきものは何もなかった。そんなある日、建築現場のバイト中に、俺は、怪我をした。不注意で、釘を思い切り踏んでしまって、病院へ。釘が錆びていた可能性もあるってことで、結構な事態になってしまった。家に帰り、彼女に一連のことを話した。彼女は俺の傷を心配した後に、何かに気づいて急に暗い顔に、しばらくして、暗い顔のまま言った。くんがもしタイヤだったらパンクしてたね。俺もそれを聞いて初めて、この怪我と一連のパンクを結びつけた。それまで考えてもいなかった。しかし万が一、俺の怪我も一連のパンクと関係あるとしたら、犯人はもはや人間ではないのでは？そうなったらもう呪いや悪霊の類だ。彼女は今にも泣きそうな顔をしてる。考えすぎだろ。と俺は、言った。言ったものの、内心、怖くて仕方なかった。嫌なことばかり考えてしまう。例えばこのボロアパートが呪われてるのでは？とか、けど、一番怖いのは、彼女に被害が及ぶこと。俺は、今回、怪我をしたが、幸い彼女の身には、まだ何もない。数週間考えて、話し合い、彼女は家でした実家へと戻ることになった。一人で、
このボロアパートに住むのは怖かったが、俺の実家は遥か地方だし帰れない。新しいアパートを借りる余裕もない。足の怪我で、ろくに仕事もできない。仕方なかった。しかし、意外なことに、彼女が実家に帰ってから、なぜか自転車のパンクは全くなくなった。同棲生活は終わっても彼女との交際は続いていたし、彼女も首をかしげていた。それからは何事もなく月日が経っていったが、ある日、葬式があった。彼女の父親の葬式、その葬式の時に、彼女と彼女の母親と俺の三人で話す機会があり、その席で妙な話を聞いた。死んだ父親は、俺のことを相当憎んでいたらしい。大事な娘を奪った男という認識だったようだ。彼の仕事は大工。大工という仕事は、木材に釘を打ち付ける機会が多い。彼は俺への恨みを込めて、木材に釘を打ち込んでいたらしい。藁人形に釘を打つように。そうすると、気分がすっきりするって、あの人、言ってたわ。そう言って彼女の母親は笑った。ブラックジョークのつもりだったのか？彼の行動と自転車のパンクや俺の怪我に因果関係があるとは思えないが、それを聞いてからは、彼の栄誉直視できなかった。ネットで見つけた怖い話。第2527話、変わる飾り。これ本当に実は、確か、幼稚園通ってた時の俺の体験談。俺、じいさんばあさんの家に一年に一回泊まりに行くんだよね。そして、就寝時はひいばあさんひいひいじいさんの仏壇がある部屋に寝るんだ。その年も仏壇部屋で寝てたんだけど、なんか寝苦しくて、目が覚めた。その部屋の電気消す時に引っ張る紐には、猫の人形の飾りついてるんだけど、いつの間にかおじいちゃんとおばあちゃんの飾りに変わってて、それがなんか喋ってるんだ。それで怖くなって泣いたら、早く寝ろ。って怒られた。気づいたら寝てた。これ本当に、次の日起きたら飾りはなくなってた。親には怖い夢見たんだねって言われた。友達に話しても夢と言われる。でも十数年間このこと鮮明に覚えてる。これほんと、文章にしたらあまり怖くないけど、実際、ありえないことだから怖かった。ネットで見つけた怖い話。第2528話、ケチャップ男。ケチャップ男。うちの子供と同じ幼稚園の子が、部屋に男がいると言って夜泣きくという。怖い顔をしていて、胸にケチャップがついているそうだ。だって赤いんだもん、ケチャップでしょ。その子は、男のことをケチャップおじさんと呼んでいた。しばらくしてその子は、ケチャップおじさんがいなくなったと喜んでいた。すると今度は、うちの子が、クリスマスでもないのにサンタが怖いと言い出した。どうしたのか聞くと、部屋の隅にサンタが立っていて、睨んでいるという。なんでサンタなのか聞いてみた。だって、真っ赤な服を着ているんだよ。今日のオカルトスレ。今日東海道線茅ヶ崎駅に子供の幽霊が出たらしいんだが、ビップに乗ってたやついる？東海道線、現況、真夏ルーネ深川間での異常動揺により、小田原熱海間は引き続き運転見合わせとなっています。運転区間では、茅ヶ崎駅にて線路で子供が一人で遊んでいるのをホーム上の旅客と運転士が認めていして、はい、その後線路にいたはずの子供がいなくなっていたため、15分の遅延が生じています。東海道線、小田原、東京、相模線、遅延、茅ヶ崎駅での線路内で一人で遊んでいた子供が突然消えたため捜索作業を行いました。カメラなどの確認により元からいなかった確認並びに線路内にいない確認が取れ、現在も15分程度の遅延が生じています。
ソース、リンク。リンク。マジかよ、今時こんな話あるんだな。そんな精神不安定な運転士がいることが恐怖。運転手の他乗客複数名が目撃している。場所は茅ヶ崎駅。皆で見れば怖くない。以前に走行中の電車だか新幹線だかから飛び降りた人間が見当たらなくなったってのもあったな。運転手乗客複数名が子供の存在を確認。駅員が調べて遅延。みたいだな。これは珍しいな。幽霊なんて乖離加糖質の幻覚だと思ってたが。運転手以外にも見えてたとか怖いな。防犯カメラには映ってても良さそうだが。ちなみにデマ情報ではないか、というのもあったけど。そこにいたと思われる乗客がほぼ同じ時間にツイートしていて、デマである可能性は薄い。拾ってきただけだけど。そうそうこれ。不気味だよね。運転士が本当は目視確認を怠って停止手配した、もしくはカメラの整備を怠っていて本当は撮影されていない。手のを予想したがどうだ。要するに不祥事隠しで矛盾が生じてる。でも利用客からの指摘もあって確認したみたいよ。怖い。いずれにせよ、夜の8時に線路をうろついてる子供なんて普通じゃねえな。気になるわ。一般利用客にも目撃者いるなら信じてしまう。気になって眠れねえ。まあどうせ幽霊なんていないんだろうけど、結局何だったのかが気になるわ。茅ヶ崎って未成年が飲酒運転して車真っ二つにした地域だよな。同乗してた奴らが怪我人放置してバックれてその間に死んじゃったやつ。これ関連のことをツイートしている人も多いし。この人の過去ツイ見てもわかるけど普通にただ情報をツイートするだけの人だから、デマを書く道理がないんだよね。まあガセだったらガセで安心する。ワイも見た。ってことにしとこ目立ちたいし。って奴らのせいじゃねえの？モルダー。全員疲れてるのよ。どっかのフェンスに抜け穴あってカメラからは死角だったとか？こういう論。おしまい。